タの生まれ変わりを自分らしく生きさせてあげよう。エンザン君、目を覚ましなさい。現世の私を、彼女をよろしく頼む。エンザン君、僕は何かあったのか。景色だね。たまには外に出るのもいいでしょう。確かにな。私たちの発明がね、皇室にも認められてもうすぐ生産される予定なの。炎山君はこれからどうするか考えてる？最近夢のような出来事ばかりで、いろいろ考える暇もなかったな。お父様も炎山君をすごく評価していて、もう皇室に相談してあるの。一族の推薦という形で転校使に入ってもらいたいって。それって役人になるってこと？官職に就任すればより高度な技術に触れる機会も多いわ。炎山君にとっていいことばかりでしょ。ずっと一人で研究していたって、そんなんじゃいつか限界が来るわ。サイウンはどうするんだ？私、天候を学びたい。サイウン、君は？どうせこの時代で生きていくしかないんだから、私は天候学説を学んで人間に戻る道を探したい。それに死刑の言う通り、道術はこのまま途絶えちゃいけないと思うから、道術は時代の進歩に従って天候と組み合わせるべきだよ。天慶、僕はやっぱり天候使には入らないよ。炎山君、あなた。雲中府には優れた人材が集まっている。探求を進めている人も僕だけじゃなく大勢いる。でも道術も彩雲も頼れるのは僕だけなんだ。何泣いてるんだよ。年齢的には先祖の世代なんだから、年老いた親を養うようなものだろ。私のことをババア扱いした。ああ、よしよし。死刑は一度もそんなことを言わなかったのに。ごめんごめん、僕が悪かった。それもいいわね。今は君が唯一の助手なんだから。賛成、寒霊陣を50回だ。まったく。サイウン。何よ。給料でもあげようかと思って。本当？ただし、しっかりやってくれよ。道術の復興はサイウンにかかっているんだから。はい、ご主人様。恐れていた。